今回はこの女を拷問するゲームをしていくよ。サイコパスかな？ということでまあ拷問と言ったら平手打ちだよね。普通の人は知らないんだよなそれ。ということで情けをかけずにビンタかましましょう。悪魔かな？てかめちゃくちゃ連撃するじゃねえか。おら、ハケハケ。前科持ちだったりする？ということで殺めてしまいましたが。しまいましたがじゃないんだよ。遺体は日本海にでも沈めれば大丈夫です。大丈夫じゃないからね。海に沈めても殺めた事実は変わらないからね。先ほどの敗因は力加減を誤ったことにありそうなので、今回はメンタル面からじわじわ痛めつけようと思うよ。お前なんなの怖いよ。なんで真顔でそんなことスラスラ出てくんだよ。まあまあ私プロって呼ばれてますから。4年間実況を務めた相方が拷問のプロとか初めて聞いたんだが。ということで心的ストレスを与え続けると人はどうなるのか見物ですね。マッドサイエンティストなの？でも特に変わった様子はないな。 PTSD 普通に手出すのやめろ。いけないいけない。ついついビンタしてしまいました。終身刑になってもろて。ということで体力回復してもらおうかね。まあ私は無意味に人を殺したりはしませんからね。たったさっき尊い命一つ失わせたんだよな。無意味な暴力は何も生まない。有言不実行の極意みたいなのやめろ。めちゃくちゃ泣いてんじゃねえか。物の耐久テストなら不合格でしたね。一応伝えるけど人間だよ。ということでジャンク品として彼女は売り出されるのでした。ジャンクはお前定期。これめちゃくちゃ不本意だけど優しくすればいいとかある？優しくするのが不本意とか人間性終わってるんだよな。まあ暴力では何も解決しなさそうだし、懐き度上げてみるのはいいんじゃないか？いや全然懐かないんだが。そりゃ縛られて頭撫でられてもキモいだけだろ。なんかこの顔ムカつくからとりまビンタしとくわ。衝動的に人殺しそうだよなお前。いやもう2回殺してんだよな。ここで思い出したけど DV のハネムーン期応用すればいいんじゃね？もしかして普段 DV してたりする？はい人間関係ちょろすぎ。言動が当事者。ということでね、皆さん好きな人がいたらとりまビンタして頭撫でましょう。もうそれはただの事案なんだよな。まあ私優しいから体力回復させますか。不意打ちビンタやめろ。まあまあ FPS だと奇襲が有効じゃないですか。ということで奇襲のおかげか尋問できそうですね。彼女は好きな食べ物はハヤシライスだということを白状した。舐めとんのか。いやギリッギリで草。今ならモンスターボール投げて捕まえられそうですね。子供泣くぞ。お、また尋問できるみたい。私警察官に向いてるかもしれないですね。お前は警察官の大義語だろ。彼女は選挙に一度も行ったことがないということを白状した。うわなんかいきなり優しくするとキモいね。どれを選んでも不正解にするのやめろ。さてビンタしたり脅したりつねっていたぶってきたけど、そろそろ吐かないともっとひどい目に遭っちゃうぞ。もうセリフが日常的に拷問してる人のそれなんだけど、彼女は無線LANの仕組みをよくわかっていないということを白状した。多分ほとんどの人知らないだろ仕組みとか。あれ知ってるなりけり。はいはい強い強い、というか謎に懐き度上昇してるんだけど。ストックホルム症候群のことですね。誘拐犯に行為とかでググってそう。そういえばなんだけどアジサイがうんこ漏らした動画出したじゃん。あの後謎に伸びて登録者数十人くらい増えたんだよね。いや下品すぎて草。うんこのトークデッキはまだあるので次回もお楽しみにと伝えてだって。彼女はどうして自分が尋問されているのかわからないということを白状した。私もなんでうんこの話するようなチャンネルにいるのかわからねえわ。どこで道を踏み外してしまったのだろうか。なかなか尋問に進めないな。一体いつになったらこいつは吐くんだろう。てかさっきなんで尋問されてるかわからないって言ってたよな。お前は一体何を聞きたいわけ？あ、それはね、次回当選するロト6の番号。魔女裁判を今すぐやめろ。あ。ガチクズで笑いも出ないけん。ちょっと待って私これ攻略法見つけたかも。ほう、どうするんだ？とりまぶったたくわけよ。いや怖すぎだろ。いややりましたが、みたいな顔されても。で、この人休憩すれば基本叩いても死なないの。ほら来た来た来た。心の余裕と体力を増減させまくればいいんだわこれ。拷問についてこんなに解説入るとサイコ噛んでるね。死んでますけど。あまりに粘るから追カットなって。コナンとかでよく見る動機やめろ。いやそろそろスパーンと頬叩きたい頃合い。今年の方は過去最高の叩き心地。ボジョレイヌーボーかな。余ってさっき出たよね。でも消えちゃったな。次でなかったらビンタ一発入ります。もしかして声聞こえてんのかな。あなたはどうして自分が尋問しているのかわからないということを白状した。え、ただの頭のおかしいやべえやつじゃんこは。ブーメランが脳を貫通してますよ。絶妙にグロテスクな表現やめろ。あれからもしばらく拷問してたんだけど。いややめてないのかよ。何もできないからとりあえずね。とりあえずのノリで拷問が行われるの世紀末すぎでは。あ、逃がせるようになった。いやビンタするのかよ。まあ瀕死の状態で逃がしてみようかなって。鬼かな？ガチでボロボロじゃねえか。まあこれから先報復をさせないようにね。未来の脅威の目は積んでおくに越したことないしね。もしかしてだけどそういう裏社会とかにいたりした？元気にお家へ帰っていった。バイバイ。まああれだけダメージ負ってればの垂れ死ぬことでしょう。いや帰ってんだからこれ以上不穏にすんのやめろ。
いや、救われたかはわかりませんけどね。救われました。ということで、尊い命というゲームでした。いやー、人に優しくする大切さを学べましたね。お前危機として人殺してたよね。少し珍しいゲームだったけど楽しんでもらえたら嬉しいぜ。概要欄にリンク貼るからぜひ遊んでみてくれ。よかったら高評価とかチャンネル登録とか、コメントとかもらえるととても嬉しいです。それじゃ、バイバイ。